埼玉県の大宮の鈴木歯科医院です。今日はですね、子どもの虫歯の話なんですけども、子どもの虫歯っていうのは結構あっという間に大きくなってってしまって、お母さん方気づかない人は気づかないんですよね。特に小学生1年生2年生ぐらいになってきて、幼稚園ぐらいまでは一生懸命磨いてたんだけども、つい小学校になると、うちの子も今度小2になりますけど、朝もう登校班でもうまずは集合して、朝食事してもうすぐ歯磨いて、登校班に間に合うようにもう走ってって、それで送り出して、で夜は夜でこうお風呂入って歯磨きして寝るみたいな感じで、それでやってて、いつの間にかお母さん方も忙しいし疲れてるし、一人じゃなくて弟もいてとか妹もいてとか言ってるうちにですね、ついついこういつの間にか仕上げ磨きがだんだんいつの間にか仕上げ磨きしなくなっちゃったり、それでいて奥歯の間がいつの間にか穴開いてる、こっちもあっちもあっちもこっちも乳歯の奥歯の間ですね、いつの間にか進んでたり、削ってみるとボコって穴開いたりで、子どもの歯って大人に比べてすごく柔らかいです。だからあっという間に穴が大きくなっていっちゃう。大人の感覚の大人の歯であっという間に半年でポコーンって穴が開くっていうよりは、それは中学生でも高校生でも柔らかいっていうのはあるんですけども、うちらもう40近い人間とか、50、60、70ってなるとどんどん歯が石灰化して硬くなるんですけども、子供たちの乳歯とか中学生たちとか高校生たちの永久歯もまだまだこう柔らかいんですね。特に乳歯は柔らかい、だからあっという間にいつの間にかで、それでいて歯の治療がまだそんなに受けたことない小学校1年生とか2年生だと緊張気味で歯削るのがもう緊張して嫌がっちゃうなんていうと、もう歯の進行止めでサホライドって言って虫歯進行止めまずは塗って、歯医者に慣れさせて、そのうちちょっとずつ削ってって言ってできれば一番いいんですけど、それさえもできないっていうと、もう会うたびに定期検診見るたびに歯がボロボロになっていってしまうなんていうこともあれば、あとは詰め物が詰めるんだけど虫歯がやはりこう取りにくかったり、それでもやっぱり詰め物が取れちゃったり、唾液もたくさん出ますから、やっぱりそれで崩壊していっちゃう子は崩壊していくし、逆にもう度胸が良くてですね、全然虫歯治療平気っていうお子さん、ああいう子たちはもう治療ができちゃうからすごくこう治しやすいんですけどね。だやっぱりそういう逆の子たち、虫歯治療がやはりこう苦手な子たちですね、もうとにかくよく奥磨いてあげてって思うんですが、そこら辺難しいとこですよね。とにかく子どもの歯は虫歯が済むのが早い、だから定期的にちゃんとフッ素塗りに来るとか、定期的にチェックをして、すれば一番いいですね。そこら辺がすごく重要です。家での歯磨き、定期的な歯医者さんでの、歯科検診ってすごく重要です。特に小学生ですね、ぜひ、ついつい遠のいてしまう人もいるかもしれませんが、お子さんのために歯医者さん、かかりつけの歯医者さん行ってあげてください。